とこんにちは。さあやってまいりました、はい、今年もどこよりも早い開幕オーダー予想ということで、どうしました？固まってます？いやいや固まってないよ、うん、でも簡単なところもあれば、うん、難しいところもあるな。いやそうです、だってガラッとねちょっとオーダーが変わるところもある、うん、まあ外国人っていうのは、うん、ある程度日本にいてね、はい、活躍が見込まれる選手は入れてるけども、うん、まあ、そうじゃない、はい、新外国人はまだ入れようがない、どこに入るのかっていうのが。確かに。だからまあそこら辺はちょっと覗いてるけどね。そうですね、はい、なので、この動画は2チームずつ、はい、正1球団パ1球団で去年の順位からいきます、はい、なので今日は阪神とオリックスのオーダー予想ということで、はい、これはもうあの先発ピッチャーまでもちろん入れてくださってるということで、はいはい、じゃあまずは阪神からいきましょうか。まあ、阪神センター近本1番、まあそうですね、はい、セカンド中野2番、そうですね、ライト森下3番、そうですね、はい、4番ファースト大山、はい、そうですね、5番、うん、サード佐藤輝明、うん、そうですね、6番、6番、はい、レフトノイジー、そうですね、はい、7番、7番キャッチャー坂本、お、ここです、梅ちゃんじゃないんですね。これは先発ピッチャーがやっぱ開幕投手だから、はい、開幕投手で変わるから。なるほど、だからやっぱ坂本だよね。あ、そこを踏まえてのってところもあるんですね。わかりました。8番、これはもうショート木浪、はい、はい、で先発は村上。おお、もうこれはほぼ変わってないですよね、昨シーズンと。まあお前まだ1月だぞ、うん、いや変わってないけども、はい、ただその村上の扱いっていうのが、うん、やっぱクライマックスも初戦、うん、日本シリーズも初戦、やっぱそこら辺の信頼度っていうのは、はい、まあ、監督の中ではあるよね、もちろん、うん、ただ黙っていないのが青柳であったりとかさ、うん、まあ、そういうことにはなるけども、はい、まあ村上で行くかなっていうような感じはするけどね、うん、そうですね、うん、でそのやっぱ村上投手ということでキャッチャーは坂本だよね。初ですよね、はい、開幕そうだね、うん、だから村上といえばもう坂本というね、うん、まあ、こういうバッテリー、はい、まあ、図式があるから、うん、まあ、こうなったけど、うん、まあ阪神の場合は大きく変わらないよね、うん、まあ、そうですね、ここはまあ例えば開幕前に誰か怪我したって、まあ、そこに、うん、まあ、例えば誰かが入るとかね、うん、いうことだけだよね、はい、うんうん、ここはもうこれ以上いじりようがないですね。面白くないもう何も、そうですね、うん、ただやっぱオリックスが、はい、まあ、昨シーズン日替わりで、はい、ね、オーダー出してたので、うん、ここはちょっとオリックスがじゃあ開幕オーダーどうしてくるのかなっていうところが注目されるところなんですけれども、はい、じゃあオリックスいきましょう。オリックス、はい、1番センター中川、あ、中川選手を1番に、はいはい、あ、これはこれは、はい、いや中川がやっぱオリックスの中のそのポイントを握ってるというかさ、はい、まあ、3番に入れてもいいんだけども、うん、やっぱ1番で出塁率、うん、出塁を考えてくれた方が、はい、まあ、それと足とかね、はい、まあ、いろんなことを考えると、うん、まあ、いいのかなっていうのを感じだよね。おお、じゃあ1番中川選手、はい、2番セカンド野口、お、野口選手、はい、はい、もうこれはもう内野手をやっぱりやらしておいた方がいいよね。うーん、うん、でこの、まあ、このバッティングは変えるよ。そうですよね、うん、1、2番でなんとかこう得点圏まで行ってっていうことも、まあ、1、2番で本当に1点取れるような1、2番になってくれるといいよね。まあ、野口の長打力とかそれ、はい、今年はなんか出てきそうな感じがするしな。おお、そして3番です。3番はレフト西川、 FA 来ました、FA、はいはい、3番は、まあ、やっぱりタイプなんですね、西川龍馬選手。まあ、余裕があるんだったら2番を出しても面白いよね。ああ、うん、その積極的に打てる2番ってことで、まあ、もちろんもちろん。ただ森選手が定位置の3番だったんですよね、昨シーズン、うんうん、まあ、でもキャッチャーのポジションとかいろんなことを考えると、うん、でやっぱ勝負強いしさ森は、うん、だからやっぱこう5番、そっちに持っていくと、うん、ああ、じゃあ西川龍馬選手3番、はい、で5番が森友哉選手、まあ、4番が頓宮でな、4番が頓宮選手、はい、うん、で5番が森、はい、DH でスタメン、うん、マスクではないと、はい、でここからが 1,2,3,4,5 6番がライト、はい、杉本、あらお、6番なんですね、はい、そうか、はい、はい、で7番はショート紅林、紅林選手、はい、で8番が、サード宗宗選手、はい、そうか、8番になっていくのか、はい、で9番最後若月だよね。あ、だその西川龍馬選手が入ることによってちょっとまたクリーンアップが
というか5番6番7番とずれていくというか。まあそうだな、でもいい打線だなこれ。いや結構ないい打線ですね。まあこうチームバッティングもできるしね、つながる打線ですよね。まあそうだな。でここで先発ピッチャー、今まではやっぱり山本由伸投手が務めてきたと、はいはい、うん、そこに変わるのは、まあ、宮城だな。宮城投手、はい、うん、まあ、安定感という意味ではね、はい、まあ、昨年は山下俊平太、うん、まあ、山本も宮城も WBC 行ってたからね、うん、はい、大役が回ってきたけども、うん、今年の大役はやっぱ宮城に任せるだろうな、うんうん、まあそうですね、経験上、うんうん、それと軸となって回ってほしいっていうこともあるし、はい、まあ、そこら辺では宮城が行って山下俊平太が行くという、うん、それは2戦目で、あ、裏ではなくて2戦目でってことですね。まあ裏でもいい、うん、でも早く投げさせたいよね山下俊平太、うん、早く回したい。あ、で3番手が、はい、ムクノキ投手。ムクノキ買ってんねん。そっか、うん、あの怪我で裏が、まあ、東とか。ああ、はい、うん、はい、東投手とか、ね、ということでその後が例えば田島投手であったりとか。まあそうだね、あ、裏でも相当力あるからね。そうですよね。あるある。いやでもね、宮城投手この年齢ではね、やっぱりもう任されるエースというか。まあもちろんね、うんうん、っていうことになるんですね。まあまあこういうふうには予想したけどな、うん、ただオリックスは本当にその時の日替わりになってるので、そうそうそう、前日まで分からないんですよね。分かんないね、まあ、当日も分かんないから、まあ、そう、やっぱ多分選手も分かってないと思うよ。そうですね、やっぱそういう緊張感を持たせてると思うよ。うーん、今日俺かなみたいな、うんうんうん、なんか昨日コーチが言ってたのみたいな。ですよね、ポロッとみたいな、うん、え、ちょっと早く寝ようみたいないや、そうなるよそっか、いやだからみんながそういう緊張感を持ってやってるから1シーズンですよね。だから戦えるんだから、これみたいな、うん、度肝抜かれるような感じだともう働けないよ。まあそうですね、もうだからもう2戦目になったら西川が一番打ってるかも。はい、やいや本当に、はい、だからその開幕の時のやっぱ調子を見て翌日ガラッと変えてくる可能性ありますもんね。そうそう、あるある、ある。そっか、阪神とオリックスって本当にやっぱり対照的な。阪神は誰が考えてもまずこうやって言うよ、うん、もう100人、だって日本一だもん。これでそうなんですよ、ね、うん、だからキャンプで順調に来て、うん、ね、オープン戦も順調に来て、はい、ね、開幕を迎えました、うん、このオーダーだよ、うん、絶対にそうですよね。いや、これが違う名前に入ってたとしたら、うん、やっぱアクシデントがなんかあった、うん、っていうことだよ。そうですよね、うん、シーズン終わった時もこのままでいってそうな確率で。でも分からんからな。野口がガンガン打ちまくってさ、そしたら変わりますね。いや、そしたらちょっと森下が調子が悪いと、うん、変えますよね、岡田君。変える可能性があるよね。そうですよね、うん、そっか。だからうかうかできないけども、はい、昨年の経験が生きる、うん、まあ、そういった打線を組んでみたけどね、はいはい、さあどこよりも早い開幕オーダー予想、今日は阪神とオリックスですが、はい、次回はカープと、はい、ロッテね。そうです、はい、この2チームを予想していきます。はい。